ございます。今日はね、この動画を前回の前のめちゃくちゃ長いやつ、終わりにっていう動画で言ってた通り、始まりっていう動画も実はあるんだよ。でもちょっと言い方が難しいから、ちょっとアップロードはしても公開できないんだよ。どうしようかなって言ってたやつの、まあちょっとこんな形でどうでしょうかっていう動画なんですけど、まあそれを考えてきたんですけど、ちょっとね、自分の動画いつもとにかく長いから、今日めちゃくちゃ早口で喋るし、編集点バカバカ多くするし、その分字幕も入れるから、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。はい。ということで、これから数分の間、よろしくお願いいたします。まず、これからの時代ね、訓練士を使って犬を飼う人が増えてこなければ、もしかしたらもう、ド直球に、もう佐々木朗希の直球ぐらいで言うと、もうペットホテルがこの世からなくなるかもしれないよっていうお話なんです。自宅でセルフ社会化っていうのができればいいんだけど、まあ正直自分20年近くこの仕事やってて、ごめんなさい、一人もできてる人っていうのは見たことがない。社交性っていうところに助けられてて、社会性があるかないかって言ったら、もうほぼみんなもう横ばいみたいな感じ。個体差はあるにしても、社交性と社会性って何が違うのよって言われたら、もうそれはもう説明欄に貼っておきます。説明欄って何って言われたら困るんで、もうコメント欄にも URL 貼っておきます。このね、 YouTube 始めてからかなり最初の方にバカバカもう変な説明をしてる動画があるんで、まあ多分今見返すとめちゃくちゃかもしんないけど、まあとりあえずもうそれを上げときますから、それちょっと何が違うかって言われたらそれ見てください。はい。これね、ペットホテルがなくなってくるっていうのは、とある地域においては、もう実はもう数年前、10年近く前かな、わかんないけど、もうそれぐらいからなくなる、もうほぼなくなってきてるって言われてるんですよ。グルーミングって本当にもう犬の心と体に必ず負担ができるんですよ。絶対にどんなことをやっても。だから、現実的に言えば、そのマイナス部分をちょっとだけにしたい。かなり抑えたい。でも、まあ、理想を言えば、プラマイゼロぐらいにしたい。でも、もっともっと、もう、理想のその先を語るとしたら、できればプラスにしてお返ししたいっていう、そういうところなんですよ。ペットホテルで、例えば食わない、飲まない、おしっこしない、うんちしない、もうそういうのって正直、じゃあどうしたらいいのって言われたら、もうどうにもできないんですよ。どうにもできないんだけど、じゃあ、過去にこういうことをやってたから、飼い始めた時にこうだったからとかっていうのを言ってももうしゃあないじゃないですか。で、自分らは何をするのって言ったら、このトリマーとか、訓練士とか、獣医師とか、飼い主さんとかが、みんな一つになって、その犬を幸せにしましょうっていう、これからの未来を見て、考えて行動していくっていうのが必要だと思ってるんで、そこを考えていくんですよね。例えば、ほんの一例で言うと、もうこのお店に、足しげく通ってもらって、ほんとしつこいぐらい、足しげく通ってもらって、もうこのお店でだけは別に大丈夫よねっていう犬になってもらうか、ね、まあ効率悪いですけど、でも、もう一つは、例えば、訓練士さんのところにポンともう半年間でもいいから、予託訓練預けて、まあもちろんお金はかかるけど、その分、もうその犬のその先の一生っていうのは、飼い主さんがきちんと訓練士から教わったことを守り続けていく限りは、特に問題なく過ごせますよ。しかもサポート体制もバッチリですよっていうところにね、やっていけるし、もし次の犬を飼ったとしても、まあもちろんね、その次の犬にはまた別のトレーニングの仕方が変わってきたりもするけど、基本的なところはある程度一緒だから、また使っていけるっていうね、もう長年使っていける技術を買うかっていう、そういうところ、その例えば簡単に言うと身近などだ、その2つの例があったりするわけですよね。そういう飼い主さんが社交性じゃなくって社会性っていうところに目を向けた飼い方をしていかないと、少なくとも今新規の中大型犬のペットホテルはうちもちょっとやめようかなって思ってるんです。っていうか、まあ、できないなと思ってるんですよ。これね、じゃあなんでその大きい子たちのペットホテルが今後無理だろうなって思ってたかっていうと、これ先日、大型犬、まあ、もう昔からの付き合いの大型犬なんですけど、多分ペットホテルが初めてかな。うん。で、預かったんですけど、その時にね、もうまざまざと見せつけられた。あ、これはもう無理だな、危ないな、責任取れないから無理だなって思ったんですよ。前々から散歩をしてる、ペットホテルの子を散歩してると結構、すれ違う犬とかにガーって言われたりとかしてたことは結構あったんで、わ、これはやばい地域に来てしまったかなって、まあ、ごめんなさい、申し訳ないけど、本当に、現実事実なんで言うと、本当、そういう状態だったんですよ。これはやばいなとは思ってたんですけど、大型犬になってみたら、それをガーってやられる率がものすごい上がったんです。だからもう本当に社会性がない犬がもう怖がって吠えてくる。しかも大きくなればなるほど余計怖いから余計吠えてくる。で、大きい子でこっちでも社会性ができてなかったとしたら、こっちからもガーッとなってこう大変なんですよ。もうカオスですよ。混沌ですよ。もう天変地異が起きてるようなもん。そんなすごい状況で無理。はい。はい、無理なんで、ちょっともう手も痛くなるし、
これは危ないからちょっと本当に無理かなって思い始めたんです、その時ね。あのペットホテルで結構一番難しい、まあペットホテルだけじゃないんですけど、結構ね犬って1回目と 2,3,4 回目とって全然変わることってあるんですよ。1回目すっげーいい子なんだけど、2回目以降めちゃくちゃ本性を出してくる、要は慣れてくるから慣れ慣れしくなって本性を出してくる子もいれば、最初にめっちゃいい、最初にめっちゃやばいなっていう子なんだけど、すぐに安心感が得られて分かったよってなったら急にコロッといい子になる子もいて、本当全然わかんないです。だからね、新規の子で、まあトライアルをちょっとやった程度じゃある程度のことは分かっても2回目以降のこととか分かんないから、やっぱり責任取れないんで、それはちょっとしばらくは中央大田はやめといた方がいいのかなって思ってるんです。まあ今までずっとお店に来てくれてる、もうずっと長いお付き合いの人たちっていうのは全然 OK なんだけど、これから新規の人ですね。だから要はどういう子か分かってない子の預かりっていうのはちょっとやめとこうかなって思ってるってことなんです。例えば散歩で、あのね、エヴァの出撃準備 OK みたいな、もう臨戦態勢な犬がいたとしますよ。こっちもそういう状態になっちゃったとしますよ。まあ、どっちから仕掛けるか分かんないけどね、本当に。で、それが小型犬だったらもう最悪抱っこで逃げればいいんですよ。本当はね、しつけ上は良くないんですよ。犬がなんかやってる時に抱っこするっていうのは良くないんだけど、もう数日間一緒に暮らすだけの間柄だと思って、そこはもう割り切って、もう怪我をしない、させないっていうことを最優先に逃げるが勝ちなんで、もう抱っこして逃げられる。でも、中大型犬どうしますかって言ったら無理ですよね。あのね、インターネットがすっごい普及してきてて、もういろんな人がしつけっていうのをちょっと少なくとももう20年前よりはみんな目を通したりとか、あの本を見る人もいるでしょうし、いろいろ勉強してると思うんです。だから結構飼い主さんのレベルって上がってきてるとは思うんだけど、それの正誤の判定ってしてますかっていう話なんですよ。例えば僧侶に鉄の鎧装備させてたら無理ですよね、おかしいですよね。勇者に魔導士のローブつけてたらおかしいですよね。そういうことなんですよ。そのもの自体は良くても合ってますか、犬としつけが合ってますかって、そういうところのチェックしてないですよね。だってそこにはお金がかかるんだもん、みんななるべくお金はかけたくないんだもん。だからしてない、だからうちの子できてると思っても、それは実は社会性があるんじゃなくて社交性があるだけなんだよっていう場面は結構あるんです、これ本音で。まあでもそれにしてもほとんどね、20年前に比べたら触れないっていう子はほとんど出会わなくなりましたね。でもそう、触れないぐらいヤバい子っていうのはめちゃくちゃ減ったけど、でももうね、ヤフーがそう言ってるんだからいいんだよって言ってるけど、本当にそれ大丈夫なんですか、勇者に魔導士のロブ着せてないですかっていう、そこのチェックをねしたい。多分無料相談ってあるんですよ、訓練士に。自分が付き合ってる訓練士とかも無料相談のプランってあるんで、そういうところに一回話をしてもらって、まあ、その先どうするかっていうのはまた別だけど、やってみるっていうのも全然いいと思うんで、強制するわけではないです。ただいろんな地域でペットホテルっていうのをやめてる理由っていうのは、社会性がない犬を預かるっていうのはむっちゃくちゃしんどいんですよっていうこと。もうそのお散歩だけじゃなくてね、いろんな面ですっごい大変なんです。うちみたいに絶対無人にしないペットホテルっていうのを売りにしてると、いやすごいっていう子もたまにはいます。まあそういう子たちにもなるべく心地よく使ってもらいたい。ただ単発でのこうね、出会い頭で何かできるかって言ったら、それはしんどいんです。はい。だから足しげく通って長く使ってもらうか、訓練士のところ行くかしないと、正直割に合わない、失礼な言い方ですけど、めちゃくちゃペットホテル料金安いんですよ。移転してきてさらにうち安くなってるけど、安くなりすぎなんですよ。まあそんでもこの辺のさすがに相場から逸脱しすぎない程度にしようって思ってるのが自分のやり方なんで、それでいいんですけど、これすごい余談なんですけど、まだ横浜にいるかな、そっちにいる友達から、もしかしたら今度帰るかもしれないんだけど一泊いくらって聞いたら、4500円だよって言って、嘘でしょって、こっちで頼もうと思ったらその倍取られるんだけどって、いやだってその値段にしたらお客さん来ないじゃんなんていう話をしてたりとかっていうのもあったぐらい安いんですよ。田舎って何をやっても安いので、高いと取るか安いと取るかは人それぞれなんですけど、だからうちも別にじゃあ安すぎるからもっと高くしようっていうつもりも今のところは全然ないし、安いなりのサービスしかしねえよっていうわけでもない。安いなりにも全力でやることはある。じゃあもうわかんないと思うんですけど、ここ3日ぐらい自分ね、睡眠時間3時間ぐらいなんですよ。もう介護の犬預かってて、本当に数時間おきにチェックしてあげないと気が狂ったように泣いたりとかするんで、まあ自分家の犬がそうだったように、まあ本当ね、数日間だけなんでお客さんの犬を預かるってなったら、もう本当に、ろくに寝ずに、
もうこまめに1、2時間おきに起きてはおむつを見たりとか、水飲むかなって、さっき食べなかったご飯食べるかなとかっていうのをやってるんですよ。それをやってでもこの安い料金なんですよ。っていうのを分かってもらいたいなっていうのも少しはあるけど、やっぱり結局行き着く先はその被害を受けるのも恩恵を受けるのも犬なんです。犬っていうのは心と体にダメージを受けるんです。それをなるべく減らしたいって思うのが我々グルーマーなんで、まあ、ちょっとお金の話ばっかりで汚いのは嫌なんですけど、訓練士にお金を払っちゃうと後々すっごいいいことはたくさんあるよっていうね、ペットホテルも本当にもう割に合わないって思うお店が増えたらなくなっちゃいますよ。はい。もう現にほとんどやってないよ、あっちの地域はって言われたことがあったぐらい、ああ、やっぱみんなしんどいもんねっていうところはあったりするんで、まあその辺、まあ別に自分に関係ないと思えばそれはそれでいいんですけど、こっちとしてはね、やっぱり犬に幸せになってもらいたいっていうのが第一だから、預けるところがないってなったらみんなあれじゃないですか。なんなら動物病院に預けるか、うちに預けるかって悩んでるお客さんも結構いて、結局うちに来るっていう方もいるぐらいなんですよ。そうは、要はその営業時間外でも、会いに来たいって言えば、会いに来て方がいい犬、会いに来た方がいい犬っていうのは、もう非常にお年を召されててっていう子だったら全然 OK だし、もう本当に融通がめちゃくちゃ効くんで。で、それでいて、まあ、緊急のね、もし医療には対応できないけど、多少なりとも知識はあるんで、ある程度のことには対応できますよっていうので、うちを選んでくれる方もいたりとかで、やっぱりペットホテルってこういうトリミングサロンがやるってのは結構いいことだと思うんですよ。まあ、もちろん病院がやるペットホテルもそれはそれでいいのがあるんですけど、訓練士がやるのもそれはそれでいいのがあって、みんなあった方がいいんですけど、その中からペットサロン離脱しちゃいますよっていうね。だからみんな、なるべく訓練士と話をするだけでもいいから、まずちょっとやってみませんか。できれば訓練競技会見に行って、すげえ犬たちめっちゃ楽しそう、幸せそうっていう姿も見てほしいけど、まあそれは無理かもしんないけど、分かってほしいなっていう気持ちです。結局は犬のためなんですっていう話。結局長くなっちゃいました。すいません。さようなら。ありがとうございました。